阿蘇市の阿蘇高校女子剣道部が第19回全国高等学校剣道選抜大会で優勝し、平成22年3月30日、学校で優勝報告会が行われました。第19回全国高等学校剣道選抜大会に出場した女子剣道部の豊田瑞希監督と渡辺主将らメンバーが、在校生283人の拍手する中、体育館に入りました。女子の部優勝おめでとうございます。まず音尾茂校長が全国高等学校剣道選抜大会優勝の賞状を伝達、そして大会に出場した選手の功績を称えました。阿蘇高校女子剣道部は県代表として愛知県春日井市総合体育館で開催された第19回全国高等学校剣道選抜大会に出場して、8年ぶり6度目の優勝を勝ち取ったものです。豊田監督が選手を一人ずつ紹介、最後に渡辺主将が、皆さんの応援で優勝することができました、今度はインターハイ優勝を目指して頑張りますとお礼を述べ、女子剣道全国高校選抜大会の優勝報告会を終わりました。